ありがとうを伝えたい K です。深夜なのかもしれません。ユッキーです。ちょっと待って、メンクロのって言ってないや。そういえばそうだ、メンクロです。そうだ、メンクロです。3人合わせてメンクロで、はい、ちょっとね、皆さんにありがとうを伝えたい。どうしたの急に。転校するんか。転校でしたいしね。最後の間、最後の間じゃないし。まあ最近6000人もの登録してくれてる人がいるもんでね、ありがとう伝えたいですよ、僕は皆さんに。あ、じゃあお金配れば前澤さんみたいに。お金配れおじさんにはなれない。なれない。僕たち3人からね、感謝を伝えたいということで、プレゼント企画よ。しかも私物のね、そう、今回、私物のプレゼントキャンペーンということで、失ったら痛いものを今回チョイスしました。なんで身削ってんだろうみたいな。なんか本当に YouTuber っぽくなってきたなっていう。まあまあ、俺たちがそれぞれね、大事にしてきたものをね、使ってほしい、プレキャンをね。まあ、物見たいっしょ。じゃあまず、俺の物から見せていい？はい。せーの。じゃーん、こちらでーす。こちら、ケンゾーの T シャツでございます、うん、これね、2年前に、まあ、買ったというか、まあ、買ってもらったんだよね、うん、友達に、大学の時の友達に誕生日だからっつって買ってもらったんですよ、うん、それ出していいの？いい話かと思ったらクズエピソードになりそうじゃない、うん、誕生日にさ、お互い送り合う仲だったの、はい、俺だからその年はそいつにラットのリングをあげてみたいな、はいはいはい、でそのお返しでじゃあでこの間買ってもらったしでお前ケンゾーの T シャツあげやるよっつって、はい、買ってくれたっていう、まあ、どんな思い出の出して感謝を伝えて感謝の押し売り。なるほど。俺は感謝したいんだ。でも俺これ好きよ、この K のマーク。これはね、こいつを出します。 L サイズだね。はい、じゃあ続いて僕のプレゼントするものはこちら。はい、ドクターマーチンのタッセルローファー。こちらは去年の3月4月ぐらいに購入したんですけど、うん、ちょうどその頃にコロナウイルスによる緊急事態宣言が発令され、外に出る機会が全くなくなり、その間に違う、いい革靴を見つけたため、あんまり履かないままこの人プレゼントに出されます。なるほど。そう、じゃあ状態はいいってことね。状態結構いいよ、うん、サイズがね、日本表記だと27センチ。はぁ、もっと履いてあげたいよね。うん、まあでもいいや、ヘイルブースとか最近めっちゃ履いてるし。まあでもね、今日はそんなとこじゃ終わらないよね。そうなんです。あの、マジ、なぜか今回僕だけ2つ出すことになりました。続いてのアイテムがじゃん、こちら。バッキンラビッツといえば何ですか皆さん。 FR2 ですね。 FR2、 ただの FR2 じゃないんです。なんとこちら、じゃん、アンチソーシャルソーシャルクラブ。いや、これね、普通に俺欲しいっすね。ずっと好きだったんですよ。めっちゃ可愛いこれ。そう、好きで、で、しかも FR2 とのコラボとのことで、うん、まあもちろん話題になっていたので、絶対持って待ち構えてて、うん、買ったるって思って購入確定ボタンを押し、押しても押してもずっと更新のあのぐるぐるぐるが止まらなくて、あのサバ落ちしたっぽくて、なんか変えてるか分かんなかったね。あ、なんか届きました。アンチと FR2 って感じだね。そう、普通にこれ転売地ついてたっしょ。ちょっとついてるっぽいね、2つよ。おちゃんちゃんが建造でしょ、うん、で K がマーチンとアンチと FR2 のコラボでしょ。何出すんで。こうなってくると怖いよね。怖いね、プレッシャーかかってくるよ、ユッキーには。じゃあラスト、ユッキー何出すんだい。これです。まあ念のためブランドを言ってあげてください。これバレンシアガって知ってる？バレンシアガの、まあ、SSS ですね。ちょっと思いっきり1個だけ持つね。まあこれ2年前ぐらいに買って、はい、考えたのよ、うん、なんか何出そうかなっていうので、うんうん、多分俺らの動画見てる人ってファッション初心者の人多いと思うんだけど、うん、そういう人ってこういうバレンシアガとかに憧れがあると思うんだ、うん、高校生大学生だとまあ買えなかったりすると思うし、うん、逆に俺最近履けてないし、みんなが気持ちないならまあいいかな。応募しづれえわ。一応値段言ってあげて。11万っすよ。11万っすよ。11万っすよ。最初はね、ジャパンで27。身内も応募するレベルだと思う。いや、ごめん、俺応募したい。11万のやつ、まあ中古だけどさ、言ったら届くんだもんね、誰かのところに。うんうん、
ということよ。すごい企画だね。すげえ企画なんですよこれは。これ出すんだ。靴紹介動画見た方がいいよ。一番最初に買ったハイブラの靴だからね。じゃあめっちゃ思い入れあるじゃん。出したくなくなってきたな。まあ今回どういう応募方法にするんですか今日は。今回のプレゼント企画の応募方法はまず1つ目の条件がチャンネル登録、そして2つ目が、この動画のコメント欄にコメントをしてください。どれが欲しいかね。そう、どれが欲しいかコメントしてください、はいはいはい、そして3つ目がこのプレゼント企画に関するツイートをねするので、そのツイートをリツイートして拡散してください。できれば YouTube の名前と Twitter の名前一緒がいいよね。うんうん、まあね。一緒じゃないと分かんないんだよね。今回チャンネル登録者数が100人増えたら、しんやちゃんの建造のこの T シャツ、建造建造建造、チャンネル登録者数が500人増えたら、僕の、ドクターマーチンのタセルオファーとアンチソーサルソーシャルクラブと FR2 のコラボ T シャツが当たります。そしてこのトリプレース気になりますよね。何人増えたら当たるのかなって皆さん気になると思いますが、チャンネル登録者数1000人増えたらプレゼントします。なるほど、1000人増えて11万出すんですか。15万ぐらい喜んでくれたらいいけどね。なんかストーリーとかも載せてほしいよね、うん、当たったとかって、うん、なんかこう伸びてほしいけど伸びてほしくない動画ってなんか初めてかもしれない。、うん、めっちゃ拡散してほしいのよ。そう、コメントで希望するのは1個だけとかの方がいいかな。これとこれ狙ってますでいいんじゃない。全然、うんうんうん、なんかでどっちかはプレゼントみたいな感じでも999ぐらいで止まってくるね。7000人とかになったらまあもう確定ですね。まさか本当にやることになると思う。動画撮ってから超バット入って、どうしようかと思った。プレゼント企画なんですけど、今月で終わらないです。ただまあ毎月僕たちこんなことやってたら、あの物ない、物なくなっちゃうんで、来月からは僕たちの関係性のある人たちにいきなり押しかけて私物プレゼントしろっつって、それをプレゼントします。迷惑系 YouTuber じゃねえかよ。まあもちろんね、これね、ふざけて言ってるけどこれガチだから。関係ある人じゃなくても結構有名な人とかに押しかけて物をね、こうみんなにプレゼントするっていうのを、ちょっとこれ毎月やろうかなっていうのをマジで考えてて、日本のおしゃれさんたちからおしゃれなものを取り上げてみんなにね渡していこうっていう、もうファッションを超えて超有名な人にも押しかけようかな。俺らの DM で俺の私物ありたいですみたいな人いたら家突っ込みますんで、失う辛さをね知っておこうっていうね。そう、まあぜひ僕たちのプレゼント企画拡散してトリプルレースが当たるようにするのと、あと来月からの突撃企画を楽しみにしててください。はい、突撃隣のおしゃれさんやろうか。やろう。はい、というわけでこのチャンネルではトレンドやおすすめのアイテムなどを紹介していきますので、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。もうテンションおかしくなっちゃうから。僕たちの SNS 概要欄の方に貼ってあるので、そちらの方フォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ガチャいってらっしゃい。